ご覧いただきありがとうございます。ラッサリです。本日ご紹介するのは、パラブーツミカエル・フォックになります。えー、幻と言われるミカエル・フォックが入会いたしました。動画をご覧になっている方は、もうすでにご存知の方も多いと思いますけども、えー、こちらは、えー、新しいの毛皮をあしらったフォックと言われているモデルになります。えー、もうすでにこちらは7、8年前には廃盤になってしまいまして、 もうここまでの状態のものがなかなか入手しづらくなってきましたフォックという名称はフランス語でそのままアザラシという意味ですで特に、えーまあ、人気というのが、えー、こういう新しいのこの毛のまだら模様があるタイプが、えー、特に人気のお品となりますでなおかつこういうのに左右差がちょっとこう色に左右差があるような感じというのが非常にこう人気でして今回はその人気の マダラ模様の、えー、お品が入りましたね、えー、毛が真っ白のものとかも、えー、あるんですけどもあちらはあまりちょっと人気がないかなという感じですねはい、まあ、この辺にこういうちょっと茶のマダラも入ってたりとか、はいまあ、こちらの方がよりこうリアルファーらしいと言いますかまあそういった意味でも人気なのかなと思いますハイパナッティ以降は、えーまあ、その代替として、えー、ポニーとか、えー、ラビットミンクの毛が使われることが多いんですけども えまあポニーはそこまででもないんですけども、えー、ラビットとかミンクになりますと春夏になると結構甲の部分ボリュームがあって毛のボリュームもあるので結構あったかいんですよね、はいまあ、なのであんまりこう春先とかあったかい日とかはまあ結構暑くなるかなっていうような感じなんですけどもフォックになりますとそこまでこう毛の厚みというのがえないので ああままりりこうう無理にくさというのはありますね。だから梅雨時期とかでも活躍できるので通年通して履きやすいのはやっぱりフォックの皮かなと思いますでポニーだとやっぱりこう少し柔らかさが出るので、まあ、そこがやっぱり月好々き好きが分かれるところかなというような感じですね、はいまあ、希少性というのももちろんありますけどもそういう機能性的な面も考えるとやっぱりフォックっていいんだなというのは思いますね、はいえー、それでは使用感についてまいりたいと思います はい、当店での扱いはこちら SA ランクと、えー、扱わさせていただきました、まあ、ということでかなり状態が、えー、よろしい答えになります、はい、まずはつま、えー、先の方を見ていきますと、はい、このように全然、えー、減ってないに等しいような、えー、減り具合ですね、はいはい、かかとの方も見ていきますと、はい、これだけ全く減ってないといっても、えー、いいような具合になっています、えー、ソールの溝も かなりくっきりと残っている状態ですね。履いた回数は本当に、えー、数回程度っていう形ですね。はい、中の方も、えー、色があまり変化していなくて、中底の方も色がすごく黒ずんだりとか、えー、スれがあるとか、そういうものは、えー、ございません、はいはいえー。アッパーの方は大きな傷等はないかなと思います、はい。リスレーザーの箇所はこのような感じで。 特に問題ないかなと思います。この辺りとかもそれもないような感じですね。一応こちらもはい見ていきたいと思います。はいこのようにぐるっとぐるっと見ていきますと、はい特に、えー、大きな擦れとはないかなと思います。はい、えー、こちらのフォークのはい箇所を見ていきますと、紐があった箇所は、えー、若干紐のこうば 印の跡が本当にちょっとだけついてるかなっていう感じですねはい、毛抜けとかはないかなと思いますはいちょっとねあの毛が寝たぐらいの状態ですねはいはい、えー、こちらも同様にそのような感じかなと思いますはい、ちょっと毛が寝たぐらいですね毛抜けとかはないかなと思いますのではいそのあたりはご安心していただけるかなと思いますで基本的に、えー、今、えー レースをしてないというのがやっぱりこういう、えー、毛が寝てしまうので毛が寝たりとかこうすれが生じてしまって毛抜けが起きる可能性がありますので当店では保管時の際は、えー、このような感じで紐を取っている状態でなのであの保管する際とかあと靴を脱いだ際は結構こうだいぶこう緩くしておいておいた方が、えー、よろしいかと思います、はいえー、もちろんお送りする際は、えー、シューレースは付属してお送りしますのでその辺りは、えー、ご安心していただけるかなと思います サイズ化についてまいりたいと思いますこちらはサイズが40となっております同じパラブーツですとシャンボードで6.5あたりを履く方とかオールデンのバリーラスト 7D あたりで履く方がおよそ適合するサイズとなります基本的にはソックスは厚めに履くことを前提とした設計ですのでそれを前提としたお話で今回はサイズ感を伸びさせていただきました えー、その他サイズ化に不安ございましたら、下のコメント欄または当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ。こちらはメンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします。本格シーズン的にはちょっと過ぎたかもしれないですけども、数字期ぐらいまでは全然履けてしまう、えー、お品なので、ぜひ今のうちに、えー、入手しておくことをお勧めいたします。ご検討よろしくお願いいたします。失礼いたします。